はい、4日目木曜日。いやー、徐々に体が動かなくなってきたね。太もも裏が痛い。はい、一件完了。めちゃくちゃショート。500m ないぐらいだけど、もうやる、はい、やば、めっちゃ吐きそうなんだよね。もう息上がってるし、もう完全にこれやばいな。海猫カレーめっちゃ真逆、真逆でもないけどロングロングだからね。これはきついぞ。夏の過ごしやすい機会、これモンハンでいうところのスタミナ赤の状態だよね。少しも走れない。やべ、もうやばい、もうやばいぞ。これは2軒目のダブルで1223円。幡ヶ谷から一気に原宿まで来たぞ。でも1時間で火曜日の3時間分の売り上げは超えた。あー、めっちゃやめたい、めちゃくちゃやめたい、やめたいよ、やめたい、やめたい、やめたい、やだ、もうやだ。まだ折り返し、こっから半分あんのかよ、無理だろう。この坂でこれだからな。ダメだ、もうドッグフードのこと考えるだけで吐きそうになるわ。しかも編集でもそれ見るから、丸々生活史上最大でやばい。カレーからのカレー。いや、もう階段も下がるのもきつい。いや、もうやめて、やめて、マジでやめたい。行きます。はい、じゃあ行きます。ショートであれ。あ、やったー、やったぞ幡ヶ谷。原宿から幡ヶ谷に戻れる。これで終わりだ。今日はやっぱり神様は見ていてくれたんだね。素晴らしいよ、めちゃくちゃいい、素晴らしい。もうバッグに詰めるのだけでスタミナがやばい。1.1 のショートで900円。やべえな、5キロ、5キロもないでしょ。あ、最後ちょっとブレたんですね。やべえな、ロングばっかだ。うわー、またワンコインだ。カレー4連続。さ、ピック完了。近くであれ。あー、あー、でもまあまあ、あ、お、来た、ラトゥールチャンス。カレーを運ぶごとにどんどんもうやめてしまいたいパーセンテージが上がっていく。やばい、もう膝から下がもうね、ずーっと痺れてる状態。はあ、あー、帰宅。もうダメ、常にもうギア1の1。このペースでしか走れない。あと3日間どうする。3時間だけの稼働といえ死んじゃうぞこれ。もうやばい、もうやばい、もうね、膝から下がね、ずっとすごい痛い。なんかしびれてるのかわかんないけど、やばい。もうね、立ってられないんだよね。普通にやっても、てか普通にもう鼻水噛むだけで息切れるからね。そのぐらいもうスタミナない。もうスタミナはもうゼロ。でもこっから体力をどんどん消耗していって、最終的には死ぬしかない。スタミナが、どうにかスタミナをつけないと、体力が減っていってやばい。とりあえず風呂入ろう。あ、ちょっと
濡れてるからまだ。買ってきましたよ、ドンキで。こちらささみチキンスープ味と本格かつおだしとホタテタラバ味と、こちらチーズ。チーズは騙せません、初の乳製品ということで。開けます。チーズはチーズだから、なんと言おうと。チーズ買った。ちょっと行ってみたいと思います。四角いやつ、硬いんだよね。甘い、ホットケーキぐらい甘い。チーズの味は全くしない。なんだこの甘さ。まあまあまあ、でも別に大丈夫でしょ。大丈夫だよ。ゴムみたい。そしてなんだこの甘いの、何この甘いの。人間のチーズと作る工程違うのかな。めっちゃ甘いんだけどな。変な甘さ。うーわ、ダメダメ、変な甘さがすごい。もういいや、これだ。2個でもギブアップ。もったいね、こんな。しかも 10% 増量なのに、その 10% も、増量した 10% も食べずに。お疲れさん、無理だ。めっちゃ変な甘さが残る。あー、チキンスープ、これは硬い。いただきます。うん、これだけだよね、いけんのは。もうやばいんだよね、足も膝から下がもうね、めっちゃズキズキ痛いんだよ。何から来る痛みなんだろう。栄養が足りてえんだよ多分。今まで食べてきたやつ全部まとめても大型犬が1日に食う量には達してないからで、まだね、それもあって1回もトイレで大きい方してないから、4日目にしてまだ多分体の栄養が足りなすぎて全部体に吸収されていらないものないんだろうね。今までの、うまい棒生活、栄養調整食品生活にはなかった痛みだな。相当厳しいぞ今回。あと3日間、ウーバーやんなければ全然余裕、我慢できる。外に、しかも外に出なければ食の誘惑が全くないから、ここにいれば。でもウーバーやっちゃうと絶対もうお弁当運ぶ仕事だから、運ぶごとにどんどんやめたい意欲がどんどん高まってる。暑いし今日。まあでも今までの丸々生活は真夏にやってたから、まあ 1,2 ヶ月ぐらいは涼しい週にやれてるから、その分楽なはずなんだけど、こんなにきつかったかな。っていうか、ちなみに丸々生活で扱った商品はその後もう気持ち悪すぎて、見ただけで気持ち悪すぎて一切食べてないですから。うまい棒も2年前やったんですけど、そっからうまい棒1個も食べてないから。で、栄養調整食品、カロリーメイトとかもう1年前やったんだけど、そっから1個も食べてない。だから今回もね、ドッグフードはこっから一切食べない。って別にドッグフード食べる予定ねえから全然大丈夫じゃんって思ってたんだけど、チキンとかさ、ちょっと入ってんじゃん、ささみとか。だからもしかしたら鶏一切ダメになる可能性がある。それがすごい怖い。完食。今日はもうあとこの2つで乗り切ります。ってことはあと3日どうすりゃいいんだ。だってもうささみ以外食えないぞ。あのなんか昨日食ったさ、ゲロみたいなやつ、あれももうね、想像したりとかしたらもうめっちゃ吐きそうになって、この後帰ったらそれ食うんだみたいな想像したらめっちゃ吐きそうになったりとかして。缶もダメ、もちろんこれもダメ、でチーズもダメ、ささみだけじゃん。ささみ生活、これ1週間ささみ生活だったんじゃん。実はってお前がやってるやつだ。あー、はい、おはようございます。もうね、さっき足が痛すぎて靴下取りにロフトの上上がったら、もうそこでね、知らぬ間に3時間寝てました。今ね、8時半、これ食べます。なんだこれ、足のズキズキするパワー注入しよう。やばいね、このままだとやばい、もう動けない。明日明後日し明後日動けないぞ。だってさ、これだけだったらもうしょうもないじゃん。このあとささみだけで生活してたらしょうもないじゃん。ずっと鳥肌立ってんだよな。寒いのか、寒いっていうよりはなんか、おいおいおい、またお前ドッグフード食ってるぞ、またドッグフード入ってきたよっていう
引いてんだろうね、体が引いちゃってる中から。カレー食いてー。たまに飼い主がくれるよね、カレー。お前ちょっと食ってみろかっつって犬にあげることあるよね、週に1回ぐらいは。結婚できない男でもパグに毎回ステーキ与えてたからな。ステーキ、明日ステーキ。ここでやってしまったら、今まで積み重ねてきたものが全て。いきなりステーキ行きてー。このタイミングでなんかヒーローズチラシ入れてきやがって、めっちゃうまそう。このタイミングでドミノピザも入れてきやがって、あんな缶詰3000円で買ってんだったら、こっちのピザ3000円分買いたいわ。食べてー、ピザ食いてー、ピザ食いてー。もうささみだけだったらもうやってる意味ないよね。やめちゃう、もうやめるか。これでもちょっときつくなってきてるからね、完食。ただ水はめちゃくちゃうまい。はい、今12時20分深夜です。食べます。昨日の宣言通り、今日はささみこれ3つで生きてます。もうささみの匂いもやべ、気持ち悪くなってきた。3日、あと3日、どうする。やべ、これあれだ、セブンのサラダチキン食えなくなるわ、これ。やべ、セブンのサラダチキン食えなくなる。マジか、そっち来たか。1週間カレー生活にしとけばよかった。まあもう体もなんか節々痛いし、やばいよこれ。パッケージもやばい、もうパッケージでもキスを、パッケージで。猫を映すなよ、猫を。そういえば明日歯医者だ、めっちゃ歯磨いていこう。口臭でもバレるからね。あれ、あんたペットフード食べてませんか。鼻水も出るよって思ったんだけど、鼻水とかもさ、しょっぱいじゃん、塩分入ってるじゃん。噛まない方がいいよね、絶対飲んだ方がいいよね、鼻水も。あ、しょっぱ、あ、しょっぱい。これで塩代わり、自分の鼻水と塩代わりで。うん、何これ。